ピープペッパー。なんかね、事故みたいなんですよね。ここはね、山口県岩国市金明寺道路ですの鵜飼屋の手前ですね。今10分ぐらい止まってましたよ、道路の上に。で、さっきね、パトカーも行ったんでね、なんか事件なのかなとは思いましたけれども、事故やってるみたいなんですよね。で、上りはバンバン来るんですけどね、下りがね、全然流れなかったんでね、この感じからして、だいぶ先なんだろうな。だいぶ上りばっかり来るんですわ。で、下りはね、ずっと止まったままだったんでね。多分この先のラーメン屋があるんですけどね、広末という ラーメン屋が。それよりもまだ向こうでしょうな。トンネルがあるんでしょうけれども、トンネル越えてまだ向こうかもしれませんね。よくわかりませんけれども、さっきパトカーの回転灯が見えたんですけれどもね、こんだけ上りがバンバン来て、で、下りがね、動かないということは、これ佐賀急便出してあげよう。佐賀急便どうぞ。でね、上りばっかり来るんですわで、下りがね、ずっと止まってたんでね、相当先の方でやってんのかなという想像がね、つくんですよ。こういう時にね、無線があったらどの辺でやっとるんかみたいな感じでね、2号線を迂回したりね、することができるんですけれども、まあ、こっちの方に来てしまったんでね、まあ、今更、そういうことはね。まあ、今、上りがね、今、信号機でね、引っかかってるんですけれども、昔だったらね、こうやって、信号待ちでね、トラックの運転手にね、聞いてみたりもしたんですけどね。これは聞けるかな？事故？事故？どの辺？この車線のところ。そうなんかね。ああ、やりやりやね。ありがとう。はい。ああ、気をつけて。あ、すいませんね。同じ自動車部品を運んでるトラックにね。よくね、長距離の時ね、聞いてましたわ。こんな感じでね、レポートをもらえると。この先にですね、途半車線があるんですよ。そのあたりでやってるらしいですわ。なので、まあこれだけでも違いますよね。どの辺でやってるかというのが。で、今、運転手さんの話では、ぼちぼち流れるよ、ということをね、言ってたんで、もうもしかしたらね、解除になったんかな。おそらくね、上りはノンキュアルなんでしょうね。上りはもう渋滞することなく、こっちの途半車線で絞り込んでるから、それと事故処理と脇見みたいなんでしょうね。よくね、脇見で渋滞するんですよね。そんなんミント早よ行けよということですけれども、はい。そういった感じでね、レポート入ったんでね、まあしょうがないですよね。まあ誰も事故をね、起こしたくてやることはないですけれども、この前もですね、この前というかこの休みか、勤労感謝の23日の祝日ですね、その時もね、まあ、トンネルがあるんですよ。
で、トンネルね、狭いんですね。そこに自転車が2台多分ね、2台いたんだと思います。で、トラックがいなかったんでね、多分ね、乗用車がマイカーがね、自転車を引っ掛けたかなんかだろうと思うんですけれどもね、やってましたよ、その祝日の日にね。で、救急車がきっとね、ストレッチっていうんですかね、移動式のベッドっていうんですか、ストレッチャーなんていうんですかね、あれはね、来てたんでね、まあ動けないほどの大怪我をしたんかなと。で、自転車もね、悪いけれどもそこトンネル狭いんですよね。で、たまにね、無灯火で行ってる人がいるんですよね。無灯火で、で、ヘッドライトはついているんですが、後ろがね、全然ついてないと、そこのトンネル暗いんですよね。で、対向車かなんかのライトも眩しいんですよね。で、自転車がいたのが分からなかったかなんかでね、まあ多分跳ねたんじゃないのかなと思うんですけれどもね。で、連れの自転車の、まあ見るからね、少年みたいな感じだったんですけどね、あるいはまあ20歳前後かな。で、悪いんですけれども、これ自転車乗ってる人がね、見てるかどうか分かりませんけれども、ぜひともね、リアの電気というのは絶対つけてもらいたい。でないと分かれません。ほんとね、夜の国道とかでもね、平気で、まあ、車道の方走るようになってるんかもしれないけれども、ほんとね、暗くなってからね、ヘッドライトだけで走るのは自殺行為ですよ。ほんと自殺行為なんでね。うちでも高校、まあ今、当然卒業しましたけれどもね、子供が小学校とか中学校、高校までの時には、電気ですよね、リアの電気がつくようにしてましたからね、後ろの電気がつかんじゃ危ないと言ったことでね、後ろの電気までつけてやれましたけれどもね、本当危ないですよ。で、事故ってね、まあ本当さっきも言った通りに、起こしたくて起こす人はね、誰一人もいないんですけれども、事故したら誰が一番辛いのかというところですよ。まあ一番苦しいのは事故に遭った被害者ですよね。で、自分もそうかもしれません。自分のせいで突っ込んで大怪我をして、自分も痛い怪我をしてね。で、相手ももちろんそうです。被害者も。で、ほんとね、悲惨な事故、大きな事故になりますとね、ほんと相手の家族を地獄にします。本当ね、亡くなったりね、大怪我で、本当植物人間とかも、なるわけじゃないですか。そんなんだったらね、もう一生面倒めなくちゃいけないしね、本当相手の家族、自分の家族も、地獄になります。本当そうですよ。なのでね、本当事故というのは、起こしちゃいけないと、あっちゃならんのですよ。で、あっちゃならんのだけど、あるんだけどという話をしますけれどもね、そりゃない方がいいに決まってる事故なんてね、本当にそうですよ。なのでね、一人一人よく気をつけていったらいいんじゃないのかなと思います。で、今煽り運転がね、原発にされるじゃないですか。そんな中でも未だに煽り運転とかする。で、車間距離を詰めてくる。で、スピードをね、すごく出していく。そんな人は減らないですね。ほんと原発にしようが何にしようがね、なぜか減らないですね。ほんとね、危ないからやめてほしいなと思うんですけれども。さっき言った、ここが末広という
中華そば屋さんですね。ここのね、ラーメン美味しいんですよ。ぜひとも、山口県岩国市に来られたら、金明寺道路の方にありますんでね、金明寺道路の下り線側にね、ありますので、2号線ずっと行ったらありませんよ。金明寺の方に入ってきたらね、あります。この先ですね、土反射線は、もう少し、もう300メーターぐらい行ったら、ずっと、ね、300メーターぐらい行って、400メーターぐらいが、土反射線なんですけれどもね、あの辺りになんかピッカピッカ光るような感じですね。光ってるような。いや、あれは違うのか。いや、違う。ああ。回転灯回ってますね、あそこにね。どんな事故なんだろう。多分こっちが通りにくいんでしょうね。だから下りが渋滞するといったとこでしょうかね。まあ、さっきも言いましたけれどもね、煽り運転、未だに煽り運転をする人がいますからね。ああ、回転灯かと思ったらこれカーブしてるという、その点滅でしたね、ここね。もうちょい先ですね。歩反射線は、まだ見えませんね、先が。あそこにもう一回、二回ぐらいカーブしていくか。その先ですね。上りはバンバン来るんでね。なので、片っこというか、途半車線のどっちかが潰れてるんでしょうね。どんな事故かわかりませんけれども。で、ほんとね、前の動画でも言ったことありますけれども、日没の1時間前後というのは、事故が大変に多いです。それと、夕方のラッシュと、ラッシュにかかるんですよね。で、皆さん早く帰りたいのはわかるけれどもね、やっぱ安全運転で行ってもらいたいなと思います。そこのね、2車線も、まあ私トラック、大型トラックですから、当然左の方をね、行くんですけれども、右の方をね、本当すっ飛ばしてね、行くマイカーもね、いるんですよ。いや、そんな、3台ぐらい抜いても、変わらへんやろ、と思うんですけどもね、ほんと、すっ飛ばしてね、行くやつもいるんですよね、残念ながら。で、ここの途半車線がね、左側、植木がね、あるんですわ。植木がね、草というかね、なんというか、枝もちょっと出てますしね、で、大型なんかね、ギリギリなんですよね。左に寄っちゃうと、枝とかにバックミラーがね、当たったりするんですわ。で、たまにね、ほんとたまにね、さっきも言いましたけれども、自転車とかがね、いるんですよ。ほんと。で、その自転車とかがいたら、どうしても右に膨らむわけじゃないですか、こっちがね。で、右の方から乗用車がスッと飛ばしてくると。で、接触しそうになると。そういったね、事故も起こるとも限らないんですよね、ここは。まあ、止まらずにね、どんどんというか、まあまあ、歩くぐらいの、駆け足ぐらいのスピードですけれどもね、4キロだとか、10キロ出てないな、これはな。まあ、そこに、事故処理車の回転灯が見えましたけれどもね、2車線に広がってすぐかな。おそらく人身事故ですね。物損事故だったらね、早いんですけどね、終わるのが。おそらく人身事故なんでしょう。長い。私はね、県道1号の方でね、1時間ほど止まってたんですわ。で、その止まって10
10分ぐらいまだね、外が明るい時にパトカーがすっ飛ばして行きましたからね。それからもう1時間、そうですね、1時間10分、20分ぐらいは経ってるかな。なのでね、物騒になったらね、早いと思うんですよ。なんかトラックはこっち向いてるな。いや、向こう向いてるんだ。どうなってんだ、これ。トラックがいますね。真ん中にいますね、これ。こっちに向いてるね。いや、向こうに向いてるか。これは何？リアバンパー？いや、こっちに向いてるな。救急車がいますね、ここに。白ナンバーだけど。どうなったんだ、これは。わかんないですね。まあ事故というのは分かりませんからね。今無事通過しましたけれども、いやであれですな。なんで真ん中の方に あそこに右折分かりませんね。乗用車の方も右のドアがへこんでましたね。乗用車いたんですけれども、まあ救急車いたけど、まあ運んでないんでしょうね。まああれだったら自己見分が済んだら救急車で行こうかという感じでしょうかね。はい。まあ今無事通過しましたけれども、であそこ下りでしょ。上りの方で、トラックは真ん中の方に止まってましたからね。あのトラックが下ってくるときに、坂道を下ってくるときに、その乗用車が、なんかでしょうな。わかりませんけれども。で、降りる道があったんで、あったの見えましたかね。あっちの方に入ろうとしたのかもわかりませんね。でトラックは止まりきらずに、どうか接触したという感じなんでしょうか。で、ああいったね、下り坂で入っていくときに、乗用車なんか本当、ああ、ここだと思って、急ブレーキでね、ブレーキをガーって踏んで入っていきますんでね、トラックなんかはね、止まれませんよ。私はね、下り坂はね、もう絶対車間距離空けますね。どこで右折するかもわからない。どこでこいつ曲がるかもわからないからね。下り坂ではね、絶対に車間距離詰めませんわ。さっきもラーメン屋があったでしょ。こっちの上り線の方から行くと、カーブがあるんですけれども、カーブが終わって100メーターぐらいでラーメン屋さんなんですけれどもね。あそこにね、入る車もね、たまにいるんですよ。右折ができないで止まってる車がね。なのでね、ラーメン屋の手前のところのカーブはね、まあ、右折の車がいてもいいように減速していきますね、あそこは。でないとね、曲がり間違って、あそこのカーブをね、もう70とかね、80とか出したら、ね、止まれませんからね。本当に。なのでね、私はあそこのカーブはもうね、ゆっくりゆっくり。ラーメン屋に入る車が絶対いるという感じでね、言ってますけれども。はい。そんな感じで、事故現場は通り過ぎましたけれども、結構ロスタイム食いましたね。20分ぐらいやられたかな。20分はやられてないかな。15分ぐらいかな。はい。そんなところで、事故現場から親父がレポートをしました。それではこの動画は以上です。本当皆さん安全運転で行きましょうね。じゃあこの後もご安全にいってらっしゃい。